ギターフロンティアへようこそ。本日ご紹介するギターはこちら、ギグパッカー VRC2 です。それでは店長のギター紹介動画お楽しみください。はい、そういったわけでございまして、ギターフロンティアへようこそ。さあ本日は8月7日花の日なんですね。花といってもこのフラワーじゃなくてこのノーズのね、の花の日なんですって。まあでもね、当店気がついてる方多いと思うんですけど、いつもね生花僕こだわってまして、近くにね花屋さんがあるんですけど、花屋さんでこう買ってきています。これ今日の花何なの、これ A さん、これ何、これひまわりの仲間なのか違うかな。これはバラの種類らしいんですよ、小さな。ね、そんな感じで、花が大好き。ね、まあ、僕自身がほら、花のない男じゃないですか、本当にね。華やかさのかけらもない男でございます。ということで今日はですね、花のあるギターないかなと思ったらね、あったんです。ほら、見て、おしゃれでしょ。ちょっといい感じ、ちょっと、なんていうの、バイオリン的な、としてエフォールがついていて。こちらね、国産です。黒沢楽器さんの展開しているブランドで、ギグパッカー、例のマーチンのバックパッカーの、まあ、黒沢楽器さん流の解釈で作った、まあ、シリーズなんですけども、いくつかね種類あるんですけど、今日の答えは VRC2 というモデルです。でナイロン原仕様ね、そしてピエゾピックアップ付き、これ電池とか一切ないんで故障の心配もないです。こちらが付いております。スケール 630mm、 そしてね、なんとオール単板なんですよ。トップスプルース単板、サイドバックマホガニー単板、ネックマホガニー、シバンローズウッド。これスペックだけ見るとめちゃくちゃ高級ですよ。さあそしてナイロン弦エレガットなんですけど、なんとナット幅は42、めちゃくちゃ細くて弾きやすいです。そして弦高もめちゃくちゃ低く設定しました、セッティングしました。なんと見ると 2.1 限界ですよ。さあこちらね、まあ、当然それなりの傷とか打痕もあるんですけども、まあ、弦高も低いし、すごくナット幅も狭くて弾きやすいです。で純正の、ね、ソフトケースも付いています。細かいところはこちらのカメラでどうぞ。はい、それでは細かいところ見ていきます。黒沢楽器さんのギグパッカー VRC2 です。ボディートップ見てください。スプルース単板、細かいこうちょっとしたねこうダコンありますね、はい、この辺もちょこんちょこんとありますね、はい、こんな感じ、はい、ここもありますね、はい、F ホール、そしてこの独特のこのねサウンドホール、これがおしゃれです、ね、ブリッジもちょデザインされていておしゃれでございます。フレットはナイロン弦なんでそんな減ってないですね、はい、まあ一応8割ぐらいと言っておきましょうか。はい、ローズウッド指板も綺麗です。こんな感じね、はい、ヘッドがね、なんだろう、少しね、ほんの少しですけど白濁したようなそんな感じかな、少し汚れてるような、そんな、わかりますか、なんとなく、はい、ペグはそれなりにこう経年変化と言いましょうか、金属のくすみございます。はい、後ろしてみます。後ろ綺麗です ね、僕もすごく綺麗です。はい、ネックはねすごくねナット幅も細くて 42mm、 握りは薄い U シェイプかな。はい、ネック意外と綺麗でしょ、ほら。でね、ボディバッグ、まマホガニー単板なんですけど、傷がねちょっと打痕、擦り傷、ほらこちょんちょんちょんと、どこも少し、これ多分立って引いたりなんかしたのかね。はい、小さな打痕もちょこんちょこんとございます。はい、サイドもマホガニー単板です。サイドはまずまず綺麗かな。はい、ここにちょっと打痕がほら一箇所ありますね、こういうところ、うん、こちらのサイドも綺麗、ここちょんちょんとやっぱ擦り傷ございます、まあ、全体的に細かな擦り傷打痕はちょこちょこありますね、はい。そしてこちらはですね、ギグパッカーのロゴが入っております、オリジナルの純正ソフトケース、
こんな感じね、まあ、薄いですけどね、これがちょうどここに入るわけだね、はい、で持ち運びが、ね、できるという、はい、ということで意外と今探すとね、この VRC2 ないんです。結構今希少だと思いますね。よろしくお願いいたします。はい、いかがでしょうか。本当にね、独特のスタイルというかデザインでおしゃれです。で、あのマーチン版のバックパッカーだとちょっと扇形になっていて、めちゃくちゃ座って引きにくいんですよ。バックパッカーに関してはもうストラップないと実情引けないんですけども、こちらちゃんとこうくぼみっていうかね、こうなってるんで、実は座ってもすごく引きやすいです。さあ、じゃあ早速音いきましょうか。まず生音でね、開放弦、ボディサイズですからドカンとなりません。まあ、逆にね、いつも言いますけど、こういったギターって鳴らないから練習には最適ですよね。家で、あるいはこれさ、小さいんで車でもね、旅先でも全然持っていけるんで、これ楽しいかもよ。そうそう、旅行、温泉とかで、温泉宿でね、部屋で小さく、そうそう、川とかさ、あの見えるベランダでね、海が見える旅館でもいいよね。山が見える旅館いいかも。これあれだよね、旅館の床だけでこうやって弾いてたら絵になるね、きっと。そういう動画今度作ってみようかなあ、俺がこれ持って旅行行けばよかったのかな。行く暇もありません行く余裕もありませんさあ、そしてこちらね、ピエゾピックアップついてるんで、アンプから音出してみますね。はい、それでアンプの方から音出してみます。めちゃくちゃ癖のないエレガントサウンド、ほら。これ目を閉じたらこのボディの小ささ全然気がつかないですよね。普通にエレガントの、ほら。弦高低いし、ナット幅狭いんでめちゃくちゃ楽ですよ、本当に。普通にこれ。楽かも。さあ、やめろと言われてもここでリバーブとコーラスかけちゃうとまた豪華なサウンド。すごい。いつものこれやるとここも楽ですよ、ほら。はい、こちらなかなかね、今中古でこれ探すとなかなか出てこないですよ、このタイプ VRC2 エレガント仕様ですね。おしゃれなこのデザイン。さあ、こちらが先ほどの純正のソフトケースがつきまして、お値段なんと税込みで39,800円です。よろしくお願いします。もうこれおしゃれですよね。おしゃれなミニギターと言いましょうか、トラベルギターと言いましょうか、おしゃれな小さいオール短板エレガット、いかがでしょうか。よろしくお願いいたします。ということで、本日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。本日のギターいかがだったでしょうか。はい、そういうわけで今日はですね、ひかりさん、このエレガット、うん、なかなか最近やってないよね、エレガット自分では。そうですね、やってないです。で今日上手じゃん。本当ですか。遊び、いや、なんかいい音しますね。あれ昔を教えたんだよね、うん、だから覚えてた。そう、ちょっと覚えてました、昔教わったことあって。もう一回やってみよう、もう一回。そう、そう、よ、そう、はい。あ、ダメでしたね。ダメでした、ダメでした。で、これ頑張ってもうちょっと後半まで覚えてみる。覚えてみたいです。これできるとかっこいいよね。かっこいいです ね。じゃあ頑張ってください。教えてください。このギターどう、でもデザイン、このギターかっこいいです。私は結構好きです。これでもおしゃれだよね。おしゃれ、やっぱり F4 がつくとね、一気におしゃれ感、ね、確かにそれはありますね。はい、じゃあまた一つよろしくお願いします。よろしくお願いします。